朝です、いきますよ、よーいスタート、素敵、はい、なんかちょっと、あ、いいです、ちょっとつやつや出てきました、一生懸命頑張っていきます、じゃあ、頑張ってくれたペンギンたち、餌をあげていきましょう、はい、どうぞ、はい、ちょっと、はい、では今度反対側の方へと戻ります、よーいスタート、素敵、はい、こちらの方です、はい、一生懸命頑張ってくれていますね、はい、では向こうの方まで頑張ってもらいまして、はい、このペンギンたち餌をあげていきましょう、はい、ではですね、下の方で頑張ってくれているペンギンもいます。ずっと丘の上で待ってたペンギンたちもいますね。このペンギンたちには餌をあげていきましょう。どうやってあげるかと言いますか？投げます。はい、ナイスペンギンです。はい、ペンギンは海の中で泳いでお魚を捕まえて食べる動物ですので、毒物の意識や視力がとても優れています。はい、なので、特に投げた餌も自然に感じて、以上。はい、食べることができるというわけなんですね。ではですね、ある程度餌も